どうもこんにちは。プロウクレレ講師兼プロミュージシャン養成請負人の粟田優作です。普段はウクレレ教師の先生をしつつ、オンラインでウクレレソロ演奏などに関する教材を販売して生活をしています。近頃は自分自身のためだけでなくて、プロのミュージシャンになりたい方を応援するためのスクールを開きたいなとか、そういうノウハウですね、自分自身がやってきた、このツールとかをね、どんどん広めて独立してきちんと生計を立てて家族を持って自分の乗りたい車に乗って食べたい料理を食べて普通に暮らせる、いや普通よりちょっといい暮らしができるミュージシャンが増えればいいなと思ってます。僕自身ゆくゆくは場所とか時間にとらわれない働き方をミュージシャンとしてできればなと思ってます。はい、ということで今日はですね、話したいことが、2つ3つあるんですけど、最近はですね、このポッドキャスト配信をね、結構多めにやってますよね。で、ポッドキャストに関しては、世界8種類ぐらいかな、8つぐらいのチャンネルで、iTunes、Google ポッドキャスト、Anchor、Spotify はじめ、いろいろな、ポッドキャストの、プラットフォームで配信しておりますので、ぜひお聞きになっていただければなと思います。で、この活動すごく僕自身楽しくて、まあ、やりやすくて継続性が高くてね、非常に満足してるんですがね、まあ、最近は動画を、出していく、まあ、つまりですね、 YouTube で、まあ、3分とか5分とか10分とかの、まあ、テクニックに関する動画とか、まあミュージシャンのマインド、ミュージシャンというか、まあ、演奏者のマインドですね。 YouTube では、まあ、あんまりミュージシャン向けっていうよりは、一般の方向けに、このテクニックなどを案内してる動画をね、だいたい300本ぐらいは上げてるんですが、もうね、かなりの量が上がってきたので、まあ、そろそろね、まあ、僕自身のパーソナリティとかも知ってもらって、まあ、本当のファンにね、本当に僕のこと、僕の演奏とか、考え方をね、共有して、共感してくれる方だけに残ってもらえ、ついてきてもらえればなと思っているので、まあ、こういったスタイルをしばらくやってます。もちろんチュートリアル動画とかね、まあ、ノウハウ動画とかももちろんこれからも撮ってはいくと思うんですけども、あまり多くならないかもしれないですね。どちらかというとこういう声の配信で、こうじっくり聞けて楽しく聞けて、まあ、楽しいかどうかわからないですけど、近い距離でねこうやって会話できるような、会話頭の中で会話してもらってるようなね感じが、楽しいかなと思ってます。はい。でね、そうそう、だから YouTube チャンネルってね、あれじゃないですか、人数がなんか増えていかないと正義みたいじゃないみたいな感じなかったですか。僕自身もね、多少そういうイメージがあったんですよね。まあなんかこう何万人もいる、そう、チャンネルに行ったらさ、2020年1月100人突破、2020年3月500人突破、2020年7月、1000人突破、2020年9月1万人突破みたいなね書いてますけど、人数が増えてもなんか僕自身結構疲弊しててですね、まあ、YouTube って思ってるよりね、見てる人が思ってるよりもものすごい手間がかかってるんですよね。だからね、気軽に、グッドコメント、グッドボタンはいいんですけど、バッドボタンとか押される方いるんですけど、あれってどういう、なんていうの、基準でつけてるか分かんないでしょ。それを書いてくれたらいいけどね、まあそういう人って、まあ卑怯なんで書かないじゃないですか。例
ただ単に嫌がらせでつけたい人もいるしね、うん、まあ書くだけすごい僕嬉しいんですよね。なんか嫌なコメントとかも来た来たと思って、なんか最初は嫌やったけど、もうなんかわざわざ僕のために時間使って書いてくれてありがとうみたいな、しかもそのネガティブなアンチコメントがめちゃくちゃ愚かなことを書いてる、情けないことを書いてるのを見て、まあ、それをね、まあ、キャプチャーしてね、いろんなとこに貼り付けて晒してあげるっていう性格の悪い趣味を最近やってるんですけどね、まあ、それぐらい余裕が出てきたってことです。発信者に慣れてくるとそれぐらいね、まあ、批判も楽しくなってきますよっていうことですよね。で人数がね増えていくの僕あんまり良くないと思ってて、これも、ま、最初から思ってました。 YouTube 始めた最初から。だって僕自身も教室で人数が増えていく、習ってくれる人数が増えていくこともあればさ、減っていくことももちろんあるわけなんですよね。それをいちいちみたいなさ、落ち込んでてもしょうがないですよ。あ、そうですか、わかりましたって、やめます、やめたいんですけどって、あ、全然いいですよって感じで、もう単なる流れ作業じゃないけど、なんていうの、あ、そうですかって引き止めること全くしないです。もう気持ちよくあっさりもう割り切ってみたいな感じでやってきたんで、なんか人数を増えていくことが正義みたいになって、すごい怖いなって思ってて、僕総合格闘技っていう、なんていうの、 MMA っていうのがあるんですけど、それ結構好きで、朝倉未来さんとか結構応援してるんですけど、彼も登録者が1年で100万人超えて、もう2年目入って160万人今やね、200万人目指してるってことなんですけど、ちょっとね心配してるんですよ。やっぱり急激に増えたファンっていうのは急激になんていうの、冷めていくっていうことが言えるので、チャンネルを成長させるっていうのはある意味人数を増やすっていうのも大事なんだけど、人数をねやっぱり、まあ、減るっていうことももちろんあるわけですからね、あんまりその辺はね、なんていうの、なんか、まあ、人数であれされるでしょ、 YouTube っていう比較されるでしょ、あれちょっと、ま、なんか風潮として良くないんじゃないかなって、まあ個人的に思ってます。でも別に人数増えることを別に悪いことだと思ってませんのでね、まあそれで嬉しいっていう方もいると思うけどね、僕はまあもうあんまり別に増えても減っても何とも思わないかなって感じですね、でそれがまず1点で、最近ちょっと伝えたいなって、本当のファンの方、本当に僕なんていうの、そう、要はねこうやってね、ミュージシャンってこうどうしてもね、音楽って実体のないものなんで、ただで教えてくれるって思ってる人めちゃくちゃ多いみたいなんですよ。まあそもそもまあ細切れにしてただで情報を提供してるようなもんじゃないですか、僕の何か、まあ例えばなんとかストロークの方法とかさ、細かく言ったりさ、まあそういうなんか明らかにこう有料級の情報をタダで提供したら、それは広告費はもらってるんですけど、まあ、見る人はタダなんですよね、だけどそういう人ってすごい要求が高くなってくることが多くて、なんか要はもうなんかお客様は神様じゃないんですけど、そういう気分でなんか接してくる人が多いんで、なんか違うなとか思って、そういう人はお客さんじゃないんだろうなとか思いつつね、信条してたんですけど、最近割り切りができましてね、まあ本当に僕の意見に耳を傾けて、僕の商品をまあ金額に関わらずね、いいと思って買ってくれる人をね、きちんとフォローしていって助けていきたいなと思っているので、まあそういう感じで、まあ人数っていうのを追い求めても、要はもう変な人って一定数必ずいるんで、そういう人とはお付き合いしたくないなって感じです。まあ、こういうこと言うとね、またチャンネル解除されるかも、登録解除されるかもしれないけどね、まあいいんですよね、それで。でまあ十分僕はお客さん、すごく素晴らしいお客さんを持ってるので、十分それでね、きちんとやり取りできてるんでね、でですね、今日はねちょっと質問1個だけもら気になる質問もらってたんで、
お答えしていこうかなと思います。あわゆさんは、プロになるにあたって今までどんな練習をしてきましたかみたいな、話すとなれば長くなるよみたいなね、正直お話なんですけど、まあ気になる人は気になりますよね。でもね、結論から言えばプロになるための練習っていうことは別に意識してやってなかったんですけど、プロ意識が芽生えるまでの練習とプロ意識が芽生えてからの練習っていうのは全然違うもんで、要はですね、最初弦楽器ね、ギターとかから始めたんですけどね、その当時はもうほとんどバンドスコアって分かりますかね、バンドスコアとかコード譜とか、要はなんか今だとインターネットでコードって調べられるでしょ、どんな楽曲でもただで無料で。でも僕が学生、中高生の頃ってなんか500円とかやったかな、でいろんな楽曲のコード進行だけがバーって書いてある本とか持ってたんですよね。でそれをひたすら見て、あとは映像とか音楽聴きながら自分でこうなんていうの、じゃんじゃかじゃんじゃかってこう弾いていく、コードを変えながら弾いていく練習、練習じゃないよ、もうあれはもう遊びっていうか楽しいからやってたっけやんね、歌いながらやってたって感じですよね。そういうのやってましたね。だから最初はそんな感じ、でそれがだいぶできてきたら、今度はタブ譜とか見てやってたかな、ギターのタブ譜とか見て、バンドスコアとか見て、ギターで練習したかな、その細かいなんかギターソロとかさ、そういうのやってたんですよね。まあ、それもひたすらなんか買ってきたやつとか、自分で書店とか行ったらさ、今でも売ってると思うんですけど、例えばミスター・チルドレン全曲集みたいなのあるじゃないですか、ああいうのを見て、バンドスコアとかを見て、バンドスコアっていうのはバンドベースとかギターとかボーカルとかドラムとか全部の楽器の、楽譜が一気に書かれてる楽譜ね、それね、まあ、ミュージシャン別で打てたりするんですけど、そういうのを買ってきて、まあ、ギターのパートを見て、こうそれをね、もう丸々コピーして音楽と合わせて、そうそう、あれが大事だったかもしれない、実際の曲と一緒に合わせる練習、まあ、そこに溶け合わせる、実際その番、例えばミスターチルドレンとミスターチルドレン、グレーだったらグレーみたいな、ちょっと古いけど、まあ、そうするとなんかなんていうの、そういうバンドハイスタンダードとハイスタンダード、バンドの演奏に自分の演奏を溶け合わせて、それをね、いかにこうスムーズに返りさせない状態で聞こえるようにするかっていうことをね、結構意識してやってましたね。まあ、そういう練習が多かったですね。で、あとはもう実践的に自分で曲を作ったり、したり、したのも結構大事かな。やっぱりコピーだけではなかなかプロには、プロっていうかプロ級にはなれないから、自作でいろんな曲を作っていく、もうそれはもういろんな蓄積があるからできることなんで、作ろうと思ってできるわけじゃないんだけど、その実際に頭の中で考えてるモヤモヤと、それと音楽的な、その記述法ですよね、記述法、まあ、これは録音でいいんですよ、別に書かなくていいの、だからコード進行と歌詞さえ思い浮かべば書けるわけだから、で以前、この間発信したボサノバの曲も書くなんてないんですよ、単純にコード進行と歌詞が書いてある A4 の1枚の紙があるだけで、それを見ながら歌ってるだけなんで、未だに僕はあんまり楽譜とかはあんまり起こさないんでね、それを録音してまた修正していってみたいな感じ、聞き直して修正して、聞き直して修正してみたいな感じ。これは最近ウクレレソロ演奏を、この演奏動画を作る時も同じですね、聞き直してはちょっと直して直してみたいな感じ、それ最近映像でもそんな感じやね、やってる感じですね、まあ、そういう流れでやってきましたね。でだんだんまあそれで人に教えれるようなレベルになってきて、まあ大体のことが分かってくる、
まあ、ある程度のことはパッと見た感じで分かってくるみたいな感じで、まあいつの間にかプロになってましたね。これはもう明確にこの時プロになろうとかになれるもんじゃないんで、プロ意識持ってやってたら、まあ仕事なんか誰かがお金払って教えてほしいみたいなことも来るし、自分で作ったものが売れるっていうこともあるしね。で、あともうプロになってからは、まあ、正直な話、練習をしようと思ってすることはまあほとんどありません。でこれはもう普段からやってることが、まあ練習やといえば練習なんで、なんか夢をなんていうのこう、あわゆう先生はものすごくやっぱりあの練習されてるんでしょうねとかよく言われるんですけど、練習と思って練習はしてないですね。ただ生きてきたい曲とか完成させたい曲があると、それはもうなんていうの、いつもうどんな時もその曲のことを考えて、完成するまで形にするまでは暇があればやってたりするけどね、それはある意味練習なんでしょうね。で僕が、プロ意識としてすごくあこれ共感できるなと思ったのが、中川家っていう漫才師がいるじゃないですか。あのレイジさんってちょっとぽちゃりしてる方ですね、背の高い弟の方なんですけど、あの人が言ってた、プロっていうか漫才師になってからはもう練習はほとんどしてないと、まあもう芸歴何十何年の頃の話だと思うんですけど、2人でネタ合わせすることもないし、そのまあ例えばネタこれって決めてて、出番前に、袖で兄貴と顔合わせて舞台出てしもうたら、もうその場で即興で流れ作って笑わせられるって言ってたんですよ。それ僕近いなと思ったんですよ。なんか一定以上練習っていうか、もう経験積んできたら、なんか練習をしなくてもその場でプロ並み、もうプロの仕事はできるっていうことですね。だからプロっていうのは、そのもうキャリアをある程度積んで生き残っていけば、それはもうほとんど練習をするとか、なんか打ち込むっていうことは必要ないということですね。そうじゃない、やり方の人ももちろんいるでしょうね。だけど、まあ、僕自身そこにすごい共感したんで、そういう意識で、まあ、プロとしての活動を続けてて、それなりに評価もしてもらってるので、まだ仕事も入ってきているので、まあ、現状その方がいいかなと思ってます。僕はプロの音楽家である以前に、一人の人間として、音楽よりも暮らしの方が大事だと思ってる人間なので、もちろんウクレレが大事とか、ギター歌が大事とかね、まあ、いろんなそのプロフェッショナルっていうのは、まずはその専門分野に関する知識と膨大な経験量とね、それは必要なんですけど、それはもう二の次三の次でいいと思って、プロレベルに達してるのはそれを使って生活をしてるんです。僕たちは、わかりますか。それが第一であることを、家族とか自分の私生活が犠牲にならざるを得ないっていうことにもなりかねないんですよ。でそこでなんだあわゆうはそう、あわたりとかそんなやつかと思った人は僕について来なくていい、僕の話を聞かなくていいです。それがプロなんですよ。僕のまず生活を楽しんでる、その余裕があってこそプロとしてそのきちんと仕事ができるっていうね、なんていうのかな、まあそれもどっちが先かって言ったら、もう僕は確実に、自分の、まあ、例えば家族とかね、家族も生活も職もね、何から何まで、まあまず自分の、暮らしが安定してないと仕事もできないしね、まあ逆に言うと仕事ができないと暮らしも安定しないわけなんですけどね、そういう意識でやってますのでね、プロ並みのプロの仕事はもう普通にできますよっていうレベルにあると思ってます。
ちょっと話が違う方向に進んでいったんですけど、プロになる過程でどんな練習をしてきたのかっていうと、やっぱり膨大な曲をね、とにかく、コピーして、で今度は、細かい動きを今度は自分でやっていく、まあコードが大雑把な動きだとしたら、今度は細かい具体的な動きが、まあ、メロディーラインの動きとかね、まあ、それをギターで最初やってきましたよ。で今度はね、もうクリエーションですよね。とにかく作っていく作業をすることによってプロとして磨かれる部分がかなり大きいので、そこをまあ、全部意識して頑張ってやってたっていうことはないです。全て、遊び半分ね、楽しみながらやれてたんでね、努力という努力っていう意識はないんですけどね、まあ、だからこそプロとして生活できてるのかなと思いますよね。はい、という感じで、今回のお話はね、おしまいにしたいと思います。どんなお話でもどんなことでも結構なんで、またご質問があれば何でもお気になってください。でプロとして活動したい方はね、ぜひご相談ください。何か相談乗れるかもしれません。それではまた次の機会にお会いしましょう。さようなら。